ローマのシソロムルスとレムスを育てたとされる、狼像狼少年とは、狼に育てられた、あるいは育てられたとされる、人間の男の子のことである。女の子の場合は、普通狼少女と呼ばれる。狼少年の共通の事例は、発見された際に、狼と行動を共にしていたという証言があることで、ある。ただし狼に育てられていたところを見たという。 目撃証言がない点も共通である。また、科学的に証明された事例はまだ知られていない。事例によっては、四本足で行動し、昼間は不活発もしくは眠って、夜に活動し、生肉を増殖し、言葉は全く発せず、うなり声を上げと覚えをする、といった特徴が挙げられる。その他の特徴は野生事故の野生児の特徴を参照。 我々人間が言葉を用い、複雑な思考を行い、豊かな感情を持つのは、決して制徳的なものではなく、放っておいても、そのような資質が自然に発生することはないとされている。人間の精神的発達は、幼児期の環境に大きく影響され、人間的な発達には、幼児期において、人間的な環境から習得される必要があり、 幼児期に確立された精神的発達の基礎は、その後の発達に影響すると言われている。それらを後に強制することは困難であると言われている。狼少年に限らず、幼児期に、動物からアイデンティティを受け継いだ子供を、社会復帰させる努力が試みられた科学的な事例があるが、完全な復帰は困難であることが確認されている。 オオカミ少年を発見もしくは捕獲したという話はいくつかある。レムルスとロムスの例のようにオオカミが人間の子を育てるという伝説は大昔から知られている。ベッテルハイムはインドにオオカミ少年が集中していることについて社会学的見地からいくつかの考察を行っている。オオカミが人間の乳児を育てることは下記のような理由によって否定されている。 また、狼が人間の幼児を育てるには、カキのような問題があると指摘されている。ただし、報告例の多いインドに生息していた狼は、正確にはヨーロッパ種ではなく、近縁の及びア種であるインド狼とされている。シャンコ種である狼は、遺伝子レベルの研究の結果、犬の起源であったと結論されている。 またインド狼は特に環境適応能力が高いことが報告されている。狼少女はいなかったの著者である鈴木光太郎は2001年にチリで見つかった野犬の群れと共生していた少年の実例を挙げてアマラやカマラが狼たちと共に行動していた可能性までは否定していない。狼少年を主人公にした小説がいくつか書かれている。 物語を成り立たせるため、動物を擬人化する傾向があるが、同時に、狼少年自身も、ある程度成長して二本足で歩き、言葉を多少話せるようになった段階で狼に育てられるという設定が多く、人間との意思疎通も可能で、人間らしい感情も持ち、最後に、人間社会に復帰するという構成になっている。ありがとうございます。